こんにちは、いつもありがとうございます。ワルソネコのコペです。どうもお世話になります。ワルソネコのタックスです。先日ラディエスプラス時代のなんかマット肌の子たちのベタベタの話っていうのは何回かに分けてさせていただいたんですけど、はいはい、それとは別のマット肌ですね。ありますね。時々質問が来るんですけど、うん、フェアレスと初期のマット肌の子たち、はいはい、まあ、一番初めに発売されたのは、はい、あのブルミアけど、はい、その後でもうね、あのメイクなしが3体ほど。そう、このメイクなしの子たちがこれ本当になんかメイクなしで正解なのかとか、やっぱり最近始められた方で、はい、いや、その昔から見よる人はいや知ってるようになるけど、うん、やっぱり最近始めた方もおるんよ。もちろんです。でお店に来られて、うん、あのプリマ通りばっかり並べてる棚があるよ、悪さ猫は、はい、そこ見てこの子なんでメイクないんですかっていう質問があったんよ、はい、それとあと別にあのヤフオクとかそのメルカリとかラクマとかいろんなあるやん、ありますね、あれでプリマ通りのを買ったと、はい、そう東京ロンドンパリのどれか、はい、ほんだらメイクがないんやと、うん、これは本当に正解なんか、それともこれひょっとしてオーナーさんが取っちゃってるのかっていう質問が来たりとか、そう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 、そういうのがありまして、あーそっか、今の方はそれは知らないかもなということもあって、それじゃあこの東京ロンドンパリがなんかそのチークとシャドウのない状態ですね、はい、これちょっと見ていただこうと思って並べてみました。左から名前いきます。プリマ通り東京、こちら2009年の6月発売です、はい、そして中央がプリマ通りロンドン、2009年の8月発売です、うん、そして右端はプリマ通りパリ、2009年11月と一応書かれてるんですけど、はいはい、この子は、2010年のコンプリメンバー優先なので実際には2010年の1月に手元に届いた方の方が多いかなという印象です、うん、年明けてからねうちも届いたというのブログで全部ありますんで、はい、ちょっとここら辺ねちょっと前後関係がっていうのはあるんですけど、うん、まあこの辺はちょっとねその発売日は今回置いておいて、うん、はい、あのまず簡単に言います。メイクないのが正解です。はい、もうリップしかないと思ってください、うん、もうそれ以外のメイクはないです。あのエアブラシでかふわっと乗せてるようなメイクは一切ありません。ないです。だからあの目元の分もないし、うん、ほっぺたもないです。あるのは本当にリップだけ。そうですね。なんかこれのなんかこう理由とかっていうのでどうしてもなんかのブルミブルームズベリーが出てきたりはするんですけど、はい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 、ちょっとそのブルミの方見てみましょうか。こちらブルミブルームズベリーですね。これはまあフェアレスト第1弾ですね。はい、第1弾です。もう本当にフェアレスト黎明期の話にはなるんですけど、2009年の3月に発売されたブルミ、こちらはチークもシャドウもあるんですね。やけど当時って、はい、あの薄いんよ。そう、この頃ってメイク薄めですよね。そうそう、私たちの好きなカプチーノチャットとかもこれ同じぐらいの時期なので、うんうん、だからなんかもう薄いのが当たり前というか、まだカプチーノはまだ濃い部類に入る、まだ濃い方でした、うん、だからもうこの後出てくるのがフレンドリーフレックルズとか、うん、そういう時期なので、そうそう、まあ、こんな感じでもうあの遠目に見たらメイクあるなし関係ないやんけぐらいの感じに入れてしまうんですけど、ね、4人並んだ状態で見たら、うん、いやブルミもメイクないよっていう風に見えるな。あ、分かる。今のメイクで慣れてるか、これでも実物見ればね、うん、ちゃんとメイクありますんで。そう、分かる。今のメイクで慣れてたらこうなっちゃうんですけど、そうだから多分購入された方は、うん、あの何箱に入ってる状態の買ったと、はい、ほんであこんなんやけど、まあ、メイクあるんやもんって買ったら、うん、いやメイク全然ない、これどういうことっていう、うん、それでうちらに相談が来て、ね、こういうもんやでっていうのと、さっきも言うだけど、はい、うちに来たお客さんがこれなんでメイクしてないのっていう、うん、あ、結構もうそういう人も出てきてるんかと思って。そうですね。だからこのブルミブルームズベリーが発売されて少し経ってから、はい、ちょっとなんかあの社長さんのブログの方で言及された時が一回ありましたよね。だからこのやっぱりこのマット肌っていうのが、このマットって表面の加工でなってる感じのマットなんですよね。そうそうそう。だからまあなんていう、うん、そのものすごく拡大してみれば、はい、あのね普通に表面が、小さなデコボコがあると思ってください、うん、強い光で当てたらちょっと光っちゃうぐらいの感じのマットなんですよね、うん、でマットスプレーをしてるとか表面コートしてるとかではないんです。あの材質 の、 その、うん、ディテールがこうというか、こういうテクスチャーのもんだよっていう、それこそなんか金型の内側がこういうテクスチャーでしたって言われてもおかしくないぐらいの感じですよね。だからエアブラシでメイクをします、はい、でちょっとなんかずれたなとか失敗したなとかが出ます。あのその製品作る人がね、はい、でこれでなんか普通になんか肌ツルツルの子やったら、うん、これでもうなんかあのプラカラの薄め液とかで拭き取って、まあまあそうやね、でツルツルのなんか何もない状態にしてからもう一回拭いたら大丈夫、はい、でもこの子たちはそれでか拭き取った時に拭きムラというかそれが出てしまったり、ね、ツルツルになったりしちゃう。あの溶剤の影響で、はい、ちょっとねその小さな凹凸が溶けてしまうんよ。そうだからそこだけなんかマットじゃなくなってしまったりとか、多分ねあの溶けたみたいな感じというかね、うん、艶に戻るぐらいの感じよ。そう微妙な
だからブルーミーはメイクの段階でロスがいっぱい出たっていうのが書かれてたんですね。それはね、当時の社長さんのブログに書いてたんやけど、はい、今はもうそれ消してんのよ。そうやね、消してるとかブログ自体が消えたんやない、うんうん、だからもうこれはなんか今裏を取ることができないんですけど、そういうのが私たちちょっと一応覚えてるっていう、うん、でその後東京ロンドンパリと出るんですけど、はい、どの子もチークとシャドウ、つまりなんかエアブラシでふわっとかける部分がないっていう状態で出てきました。だからリップに関してはあのマスクつけてもエアブラシでプシュッと一発やから、うん、まあ、その辺はねっていうのが、そうですね、マスクからはみ出ることは基本ないので、まあ、ないんで、そういう意味ではなんかロスは関係ないということになるので、うん、当時ブライス・スーザーの間でまことしやかに言われてたのが、はい、やっぱりそのロスがきついからメイクなしでやったんちゃうかっていう、それも、まあ、結構言われてました。そうですね、もうそれがなんかほぼなんかみんなあ多分そうだわみたいになってましたよね、うん、まあでも何よ、いつかこのマット肌でメイクが出てくんちゃうかっていう、でこれ出たんやけど、はい、あれなんよ、あのずっとマットでいくんじゃなくて途中ね、はい、あの普通にあのツヤ肌が出てんのよ。だからこれ3体が出た後もう完全にツヤ肌ばっかりになってしまいます。そう、この次に出たのがもう2010年の6月のシンプリバブルブームなんですけど、はいはいはい、もうこれ以降はもうあれやね、ベリービッキーが始めてなかったよね。あのベリービッキーはお店に降りてきた最初なんです。はいはいはい、だからベリービッキーは8月なんですね、うん、でタンプティータンプも8月に出てますんで、まあ、これに関してはもう全部ツヤ肌やね。もうこれ以降フェアレストは全部ツヤ肌になってしまいます。だからなんかチークもなんかシャドウも普通に入ってる状態になっていって、はいはい、少しずつなんか濃さをなんか上げていく感じで、そうやな、うん、それでかいなんか表情が出やすくなっていくっていうのが流れになってました。でまたあの何シンプリのタンプとか、うん、あの辺って全部ね肌がものすごく白いんよ。だからちょっとしたメイクでも濃く見えるから ね。あ、それもありますね。ちょうど髪色も派手やったので、 そうそれでちょうど良かったんですよね。当時この東京ロンドンパリっていうのは、うん、じゃあ人気はどうだったんで言われたら、まあちょっと微妙なところ。そうですね、だからやっぱりフェアレストがまだ物珍しいっていうのもあって、はいはいはい、まあ、コレクターの方とかね、うん、ブライスすごい関心持たれてる方はちょっとこぞって買うほどではないけど、うん、1500体だったらちょっと欲しいっていうのが、うん、それはありましたよね。でまずなんかこうフェアレストの一発目がブルーミーブルームズベリーで、はいはいはい、もういきなりなんか100点って言ったらあれかもしれんけど、なんかこうもう上がりみたいなのが出てきて、うんね、確かになんか新金型のスタートとしてはもう抜群のスタートダッシュだったっていう。まあでも何よ、うん、新しいものが出たら毎回毎回前の好きな人がもういらんわっていうのが毎回出てくるから、そのパターンはね、もうでもそれはもう飽き飽きしとるから、そのパターンは、うん、まあ、そういうのもあってから出てきて、その後最終仕様出た時にこの子ちょっと前より扱いにくそうだぞとか、うん、そういうのはなんかちょっとごそごそっと聞こえてきたりもしたし、はいはいはい、でなんかまあこうやってから出てきたの最初やから、うん、興味はあるけど買おうかどうしようかなっていうのはなんかいろんなところで聞こえてたっていうのはありましたね。でまあこの東京ロンドンパリなんやけど値段は格安やったんよ、うん、そうですね、税込み8400円ですから、うん、相当買いやすい価格ではあったと思います、はいはいはい、それでもあの元のプリマ通りは少し値上がりはしてるんですよね、まあ、ちょっとずつやけど ね。でまあ当時1500体限定やから、はい、あの何言うん、そのヤフオクとか、うん、値段上がるんちゃうのと思われた方おると思うけど、はい、まあ、そんなにっていう。そうですね、あとがなんかドンって上がるっていうのはあんまりなかったかな。全く聞いたこと、今となっては数がもうないというか、うん、その完品が減ってきたっていうのがあるからね、うん、そう、やっぱりなんかだいぶ後になって物がなくなってきたら高くなるっていうのは実際あるんですけど、うん、だからまあ当時そのカスタム失敗したフェアレストが、うん、まあなんかすごいジャンク品として出回ってるのはいっぱい見たわ。あ、うん、東京は特にカスタム多く見たかな。東京のカスタム多いね。ねえ、うん、か頭皮をなんかこう頑張って別のつけたりとか、はい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 、そういうのもあったし、まあ、やっぱりね、うん、当時からカスタマーの方が新しいもんでカスタムしてそれですぐってお金もらうとか、ちょっとチークとシャドウ入れて、うん、その分のバージョン作ってお金をもらうっていうのは、まあ、それはいつの時代でもおるわ。まあそうですね。でまあこの東京ロンドンパリはもう個人でなんかチークとシャドウを入れて楽しむ方もそれなりに見かけました ね、うん、まあパステルとかやったらまあちょんちょんとやればできるからね。そうですね、もうそれやったらなんかこう水で拭いたら戻ることもできるし、まあでもパステルって案外ね水で落ちんのよ。あ、マットの目の中に入ってしまったら結構きつい時ありますよ ね。染み込んだ感じになってしまうよ、ね、ここだけ落ちないとかが出るんですよね。そうそうそう、で結局なんかこうあのメラミンスポンジとか使ってしまったらそこだけ質感変わったりとか、あ、まあ、でもちょっと変わるなやっぱり、うん、だから、うん、メラミンスポンジとも違うしマットスプレーとも違う質感なんですよ、ね、あの独特のなんか半マットに近い感じの。 あとさっき言うときますこのマット方法なんですけど、はい、別に将来的にベタベタしませんので、あ、そこは大丈夫です、安心してください、うん、もうそれこそなんかブライスの初期中の初期の子たちも同じようになんかこう全然ベタベタしません ね、そこは安心ですよね、うん、というわけで今日はフェアリスト初期のこのマット肌の話をさせていただきました、はい、この子たちは本当になんかメイクなくて正解ですので、うん、もうあの購入して買いなんかメイクないってから心配された方ご安心ください、大丈夫です。でもリップはついとるからね。まあそうですね、うん、
かリプがないって言ったらなんか誰かがなんかやっとるぞっていう感じではあるんですけど、まあ、でもなんかこういう質問がこの1ヶ月でちょっとポツポツ出てきたんよ、はい、なんかやっぱり新しい人が増えてきとるんやなっていう感じで俺はちょっと嬉しかったよ。そういうのは嬉しいですね、うん、やっぱりあの昔からの人は知ってるけど新しい人は知らないっていうことがそうやっぱりここで質問できたらあ新規ユーザー増えてるんかなっていうのをなんかちょっと思ってしまいますもんね、うん、まあこれからなんか新しいブライス出ていきますから、はい、これでまたなんかいろいろ盛り上がってくれたら嬉しいですね。そしたら今日はこの辺で最後までお付き合いくださりありがとうございました。皆様のお役に立てればと思います。どうもありがとうございました。